やつなんですけれども、何食べたでしょうか。ハンバーグ、ステーキ、あ、でも惜しいかも惜しいかも、逆に、お正解、当たりです。正解は焼肉を食べに行きました。行きつけが2つあって、そう、なんか大事なお祝い事とか誕生日とかはいつも行く方に行きました。美味しかった。でもなんか本当にお腹空かなくて、最近本当にさ、マジで本当にお腹空かなくて、だからめっちゃちょっとしか食べれなかったんですよ、お肉お肉ちょっとしか食べれなかったですね。ミキに助けられた。おお、さすがミキやな。そうだから今日はね、大人っぽい感じのお洋服で行きました。つけた香水は、いやー、こちら。つけた香水はこちらです。大人っぽいからね、なんか優雅なお姉さんがつける香水をつけていきました。そこのカルビが本当に美味しくてそこのカルビが本当に美味しくて食べちゃいましたね。まあ、焼肉屋さんか匂い関係ないんだけどさお洋服はどうなの。お洋服は今日は黒系で行きましたね。黒系で、なんかねここがふわーんってなってて、ここがキュッてなってて、ここがこういう形の襟で、でちょっと丈短めで、下が黒のピチッとしたタイトズボンっていうか、なんていうのかな、フレアズボン、フレアとタイト全然違うなそんな感じのズボンで、首がちょっと開いてるので大きめのチョーカーをつけました今日は。でお上品な感じで、大人っぽいお上品なお姉さんみたいな服装でしたね今日は、はい、そしてですね、なんと明日、今日はなんかもうお祝いみたいな感じだから明日本番なんですよ。明日はですね、なんとですね、なんとですね、明日はですね、どんな配信をするかというと、まあ誕生日の定番って言ったら、まあ誕生日ケーキですよね。誕生日ケーキということで、明日はなんと誕生日ケーキを作る配信をしたいと思います夜中誕生日ケーキを作る様子を配信でお届けしたいと思います。キャー、作れるの任せて、もう本当に任せてください。楽しみね。誕生日ケーキを作りたいと思います。誰の誕生日？パピーです。パピーケーキ味さ、確かにケーキ味1年ぶりくらいじゃないかな。歌いながらいいね。フルーツたくさん入れる？どうしようかな。そう、だから明日は誕生日ケーキをね、ひたすら作る配信をしたいと思います。パパは何ケーキが好きなんだろう。でも食べてるのはモンブランとか結構食べてるイメージあるんだけど、モンブランって結構難しくない？だから普通のいちごとか、ヒャナが好きな材料でヒャナが好きな果物を使ってしようかなと思います。いちごと生クリームと、あと何がいいかな、ヘナが好きな具材、ぶどうとかパイナップルとか桃とかチョコレートでめっちゃおしゃれに文字書こうかなとか思って、僕は生クリームを作るとき塩入れてしまった。やば、
生クリーム使うと塩作ってやばないそれ。しょっぱい生クリーム嫌なんだけど去年はフルーツケーキみたいなの作ってた気がする。そうそう、作った作った。やっぱいちごしか硬いよね。硬いしかいちごだと思いますので、いちごをたくさん使って、もうまあね、まあつまみ食いはさ、そんなつまみ食いとかじゃん、ひょのガチ食いだから、つまみ食いとかそんな下品なことはしない。ひょのガチ食いをしますはい、今日静電気やばいんだけど。アマオを使おう。アマオいいね。あの白いイチゴがいいかな、やっぱり味見は大事。そう、味見は大事だからね。でもさくらんぼも好きなんだよね。さくらんぼ、チェリーなんだっけ、チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーがタッタッタタンタンちゃん。わたしさくらんぼ、もう一回。メロンにマンゴーも買ってきてよ。今メロンもマンゴーも苦手だもん。マンゴーはまあ好きだけど、普通のマンゴーは食べれないです。メロンはなんか喉痒くなるから嫌。お、それいつか歌ってほしい。これもね、サビなら歌えるよ。サビなら歌える。ハート型ウイルス的な感じになるけど、それでもよかったら歌うよ。ハート型ウイルスはさ、結構聞いたことあるんだけどさ、チェリーチェリーボーはさ、むずいよね。あ、キウイ好きだよ。スポンジケーキも買おう。スポンジケーキは作るよケーキ作るのにスポンジケーキ作らなかったら、それはもう飾り付け配信だよメロン美味しいのに。メロンはね、ママがアレルギーなんですよ。そうだからメロン食べるときはいつも弟とかパパが切ってますね。メロン、メロン超硬いよね、切るの。スポンジが作るのはすごい。あ、じゃあどういうスポンジにしようかな。どういうスポンジにしよう。なんか普通のスポンジか、でもシフォンケーキもいいなと思って。シフォンケーキ、シフォンケーキ、シフォンケーキもいいな。なんか眩しい。シフォンケーキもいいなと思ってさ、迷ってますね。だからどういうケーキのスポンジにするか。でもヒャノはシフォンケーキ好きだから、シフォンケーキがいいかな。フルーツが主に入ってる曲多い。何があるっけ。アボカドじゃねえし、アボカドだし。スポンジや砂糖水をハケで塗る。そうなん。こんばんは、こんばんは。ほんと結構たくさんあるね。意外にマンゴー、隣のバナナ、マンゴーナンバーツ。聞いたことねえぞ、それは聞いたことないぞ。スポンジカード結構時間、結構時間、なんか焼いてる時間とかに歌おうかなと思います。だから明日はまずカチャカチャしながらスポンジケーキを作って、ケーキ焼いてる間にお歌を歌って、でケーキ焼けたらお歌をやめて生クリーム作ったりとか、あと飾り付けのねいちごとか切ったりとか、ひたすら長い配信になると思いますけど楽しみましょう。でもケーキ楽しいからね、作るの。ケーキ作るの楽しいからね。何時から始めるの。何時から始めようかな。12時くらい、お昼くらいから配信しようかな。12時くらいかなと思います。目安的に材料も買いに行かなきゃだから、12時1時くらい目安で作り始めたいと思いますので。ヘアちゃんのママさんって作れないものってあるの。ないんじゃね。だってママお裁縫できるでしょ、料理できるでしょ。ママめちゃめちゃ女子力高いと思うよ自分のツイート漁ってたら去年もケーキ配信した。マジで。そう、去年もね多分この時期くらいかな、
この時期くらいに作った記憶あります。スポンジも作るの？うん、多分多分パフェクトのママを呼びにください。家です。今日一日何してたんですか？今日一日ですか？今日は朝起きたのが、まあ、1時ぐらい13時くらいに起きて、で12時半にお家出るよって言われて、やばいと思って急いで準備しました。もう秒でお風呂入って秒でメイクして、で14時半とかにお家を出て、で弟の送迎をして、なんかお買い物して、お買い物をして、そして弟を迎えに行って、みんなでご飯お肉を食べて帰ってきたって感じですね。今日の一日今日の一日朝じゃない、嘘、13時はまだ朝だよでも仕方あるで弟くんをお婿さんにください。嫌です、嫌です。起こされた、今日ね3度寝くらいしたんだよね。まず朝何時に寝たの覚えてない、何時に寝たんだっけ、部屋の寝たのは覚えてないんだけど、でも寝たのは確か、うん、で多分10時くらいに1回起こされたのかな、10時くらいに1回起こされて、でまだ寝ようと思って、で12時くらいに1回起きて、まだ1時間くらい寝ようと思って寝て、13時くらいになんか弟が声しようって来てそう声しようって来て、それで起きた。でママに14時半に出るよって言われて、やばいやばいと思いました。だから今日は3度寝くらいしかしなかったので、まあ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 セーフなんじゃないかと思います。明日は早起きをして材料買いに行きます。明日は早起きして材料買って、12時か1時かそのくらいに配信を始めたいと思います。おめめし、ね、よかった。なんかさ、昨日本当やばかったよね、ヒヨさん。何話してたんだっけ。自分でさ配信で話したこと覚えてないのよ。でもなんかやばかったのを覚えてる。だって自分でさ話してて何話してるか分かんなかったもん、本当に。って言ってる。トゥルトゥル。今日は何時くらい寝る予定ですか？でも今日全然眠くないんだよね。なんでだろう。結構早起きしたんだけどな。結構早起きしたんだけど、今日全然眠くないから、だからリップの代わりにハイライトのようになった。うん、リップは今日はいい感じでしょ。今日は一色しか塗ってないんですけど、いい感じです。です、今日結構早起きしたんだけど眠くないかな。今日は寝るの遅くなっちゃうかもしれないな。22時以降も配信できれば、それな、本当にそれ。なんで22時じゃないの。次は、次の誕生日18歳なんですけど、次だったら一緒か。なんだろう、最近凝っているものか、なんだろうな、なんだろう、メイク道具と服かな、割と。明日材料買いに行けるか心配頑張るけどさ、頑張るけど。また小屋が醍醐して気づけば明け方に。本当にそうなのよ、本当にそうなの。なんかさ、気づいたら朝なの最近。なんか気づいたら4時とか、本当に。だからなんか意識してないんだよね、寝ることあんまり。
なんかねふと気づいたら4時なので、4時かと思って、でもまあこの時間に寝たら絶対起きらないから起きとこうと思って6時くらいにあの寝落ちをするっていう、ゲーム開いたまま寝落ちするから部屋の対戦中に寝るからさ、おいみたいな仲間の人はおい寝んなって感じだよね。そう、あ、皆さんはクリスマス一緒に過ごすなら大人っぽい人がいいですか、それとも無邪気系の人がいいですか、どっちですか。大人っぽい目の人と過ごすのがいいか、無邪気系の人と一緒に過ごすか、どっちがいいですか。待って、なんて読むんだこれ、なんとかな生活、なんて読むんだなんとか情な生活、無邪気系、無邪気、無邪気が多い、そうなの、そうなんだ、無邪気に楽しくワイワイと、無邪気、そうなの。いや大人っぽいのがいいかと思ってさ、今年のさ12月の生写真さ、大人っぽい目の服もちゃんと着たのに、無邪気ならあれでよかったじゃんそう、今日からクリスマスの12月用のセルフ生写真が発売されたんですけれども、私は2パターン撮りました。2パターン、大人っぽい目の人と一緒に過ごすクリスマスか、無邪気系のパーンみたいなクリスマスを過ごすか、だから2択用意したの、ちゃんと大人っぽくない、あれ大人っぽくないですか。そう、大人っぽい方はなんか巻き髪おろしでモコモコの黒と赤色のワンピースを着ました、ランクので、無邪気系の方はサンタさんの格好をしてハーフツインで撮りました。背景もね、あれちゃんと変えてるんで、大人っぽいのと子供無邪気系で背景もきちんとね雰囲気に合わせて変えて、そうなんですよ。ぜひねゲットしてくれると嬉しいでございます。そうなんだ、みんな無邪気系がいいんだ、初知りだわ。昨日今日は買い物してない、してないよ、偉くね、偉くね、してないよ、もっと終われるかと思ったね、もっと終われるかと思った、見事に無邪気、そうなんだね、みんな楽しみたい系なんだ、へえ。ゲットした、素晴らしい、素晴らしい、またインスタにね投稿したいと思います。オフショット、オフショット。だいぶ偉い、寝しょ、寝しょ、寝しょじゃない、それな、それねえとでしょが混ざって寝しょノンスリーブのやつよかった、イエーイ、イエーイ。大人になってくると逆を求める感じなのかも、なるほどな、なるほどな。ひよちゃん久しぶり、久しぶり、どうもどうも。ラスクリスマス、今はもう思い出になんてできないよ。そうなんですよ、ドゥドゥ、今日のひよちゃんいつもより可愛く見える、どういうことや、どういうことやどういうことや、おい、今日はお正月の話か、今何時、57分、やばいやばいやばい、57分、やばいやばいやばい、
まあ明日長いから、明日配信長いから明日歌うね。13位ベルちゃん会長、あとでます。12位キラキラボさん、あとでます。11位マコちゃんさん、あとでます。10位ユウさん、あとでます。9位カイスさん、あとでます。8位リカさん、あとでます。7位モノタレントアマゾンさん、あとでます。5位マチダ、6位クマシロさん、あとでます。5位ポクレンパサランさん、あとでます。4位ハウさん、あとでます。3位マゾナナ、あとでます。2位キャンパチさん、あとでます。そして1位はドゥルル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 ルコバさんです。ありがとうございます。コバさんありがとう。コバさんありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら、奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと、奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました。17歳、のんのんこと奥もぼひゃんです。よろしくお願いします。明日は、まあ、12時13時くらいかな、そのあたりかなに配信、ケーキ作り配信をして、スポンジを焼いてる間にお歌を歌って、で、あのやり終わったら生クリームとかをしたいとしたいと思いますので、ぜひ見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0、アデュー、バイバーイ。明日ね、おやすみ、バイバーイ。